はじめに水の事故についてお知らせします。夏は海や川など水辺で遊ぶ機会が増える季節です。自然の癒しと開放感で楽しい体験ですが、その反面、毎年悲しいニュースを目にしてはいないでしょうか。今回は海や川で遊ぶ際の注意点を紹介します。一つ目は、危険な場所には近づかないことです。海や川では急に深くなる場所や流れの激しい場所に危険や遊泳禁止などと標識で案内されていることが多くあります。危険な場所を避け、遊泳可能な安全な場所で海水浴や川遊びを楽しみましょう。2つ目は、体調不良やお酒を飲んだときは泳がないことです。体調が優れない、睡眠不足、疲れが溜まっているときやお酒を飲んだときは控えましょう。3つ目は、悪天候のときに海や川に入らないことです。天候の変化に注意し、波が高いとき、風が強いとき、またそれが予想されるときは入らないでください。4つ目は、子供を一人にしないことです。子供は水深が浅くても溺れたり、波にさらわれたり、思わぬ場所で事故が発生しています。子供から目を離さないようにしましょう。もし溺れている人を見つけたときは、直ちに119番通報をして救助を求めます。海、川などで溺れている人の救助は、救助者が巻き込まれて溺れるケースが多いため、単独で迂闊に救助に行かないようにしましょう。浮き輪、ペットボトルなど、もし捕まって浮くことができるものがあれば、溺れている人に向けて投げ入れましょう。さらにロープがあれば投げ渡し、岸に引き寄せてください。続いて台風についてです。毎年7月から11月を中心に台風が上陸し、土砂災害や河川の氾濫など大きな被害が発生しています。備えとして、まずは洪水ハザードマップを利用し、避難所を確認しましょう。洪水ハザードマップは、大雨により堤防が決壊した場合の浸水範囲や深さ、避難所などの情報を分かりやすく示したものです。またその他にも、土砂災害ハザードマップや津波ハザードマップもあります。災害対策に役立ててください。次に、6月6日に行われた第47回富山県下消防救助技術大会において、ロープブリッジとかおよびはしご登攀で優勝した2名が、北海道で開催される第51回全国消防救助技術大会に出場します。大会に向けて日々訓練に励んでいます。最後に、射水市消防本部から3つのお願いです。1つ目は、救急車の適正利用です。救急車の台数は限られていますので、本当に救急車を必要としている方に救急車が届くよう利用をお願いします。2つ目は、消防団員の募集です。射水市消防本部では随時消防団員を募集しています。消防団に興味のある方は、射水市消防本部までお尋ねください。3つ目は、住宅用火災警報器についてです。平成23年6月1日から、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されています。まさかの火事、住宅用火災警報器で助かる命があります。また定期的に点検し、10年を目安に住宅用火災警報器を取り替えましょう。以上、射水市消防本部からのお知らせでした。